深山行くのにさ、途中で寄ったらさ、幼なじみののーちゃんと京都の DOD のキャンプ場にいてキャンプに来ました。イエーイ。そしてなんと今から亀岡牛、今日来る時に亀岡で買ってきました。食べたことなかったんで味見したいと思います。焼こうぜ焼こうぜ焼こうぜ。のおビールじゃないけどアサヒドライゼロです。今日はデイキャンなんでお家まで運転して帰るのでこれで我慢します。では頑張り。
っちゃ冷えてる。めっちゃ冷えてる。めっちゃ冷えてる。いい。めっちゃ冷えてる。めっちゃ冷えてるこれ。感覚。どうしたっていうぐらい冷えてる。雰囲気だけでもね。うん。でつけるよ。はーい。でか。今日はデイキャンなので家からカセットコンロ持ってきました。やっぱ早いよね。今から火起こそうと思ったら大変やけど。デイキャンはもう時間との勝負やから。という間にね、もうだって言ってるもんに12時前。イエーイ、やってますよ。お願いします。これが亀岡牛か。黒瀬のスパイス。ちょっと焼きたい派ですか。いや、レアでいただきたい派です。あざーす。生卵割るよ。うん、花粉症二人が大自然で肉を焼く。どうぞ、立ってください。あっち飛んできた。幸せの油が飛んできた。ちょっと火きついかも。はいはいはい、はい、強火これ強火強火やった。すき焼き風。あれは分かんないよ。あ、でもいい匂いしてね。お肉って最高やな。これぐらいつけなあかんかったね。味やな。辛いかなと思ったけど、いや全然大丈夫。いいお肉ですね。いいお肉ですな。亀岡牛美味しいよ。うん、ご飯があれば卵かけご飯したいな。この卵がもったいない。そうそう、すごい。美味しそう。挟んでやな。あ、挟めません。え、もうめっちゃぶっとくなったけど。じゃあ行ってきます。うん。めちゃくちゃうまい。のーちゃん美味しいよ。あ、いいと思います。ない。やっぱりすぎた。いただきます。こっちかな。いや、これスペアリブの、うん、生姜もめっちゃ効いてる、効いてる。
あのニンニクとカニ生姜やから。うん。え、おいしいな。生姜臭さが良かった。うん。豚がこってりしてんねんけどさ、このサルサソース一緒に食べたらさ、うんうん、めっちゃさっぱりする。サルサソース正解ね。うん。ね、美味しいね。ちょっといっぱいかけたら。うん。ふい。なくなった。何だっけ美味しかったです。全部いただきました。ではごちそうさまでした。今からデザート作ります。味はどうか分かりませんが、そこそこ私は手でいきます。うん、うん、うん、おいしい、おいしい、よかった。少々甘さ控えめにしております。うん、でもみんなの甘みもあって美味しい。あ、パイ美味しかったです。全部食べました。もうちょっとゆっくりしてから撤収や。はい、そうやね。今ぐらいがちょうどいい。そうね。風もあんまりなくて、たまに帰る頃にちょうどいいくらいだ。あのギューって吹かれると大変やから。そうや、この間のバーベキューの時もみんな持参やって、お皿とか、だから私もこれ持ってってみんなこういうの持ってきてたから、うちのどこだけ飛んでへんかって、あとはみんな紙皿やからビャーッと飛んでて。